ルスの影響で皆様の前でパフォーマンスを行うことができませんでした。特に3年生にとっては高知県で開催が予定されていた全国高校総分をはじめ全ての大会やイベントが中止になりました。しかし SNS などを利用してできるだけたくさんの方々に私たちのパフォーマンスを見ていただけるよう努力してきました。しかし本来私たちのバンドはお客様と一体になって繰り広げるパフォーマンスがモットーです。それができなかったことが残念です。3年生にとってはこのステージが現役最後のパフォーマンスになります。最後まで温かいご声援拍手をよろしくお願いします。ありがとうございます。まずライブの前半に今年のマーチングパフォーマンスにも取り組んできました。欅坂46の特集をお届けします。若者が持っている不安、不満、ストレス、孤独など秋元康さんの描く世界をお楽しみください。まずオーバーチュアから始まりまして、ガラスを割れ語るなら未来を、月曜日の朝スタートを切られたサイレントマジョリティ、二人セゾン、平石、夏の花はひまわりだけじゃない、不協和音、危なっかしい計画を続けてどうぞ。
ああ。